がとう。たかちゃんフォローする。ありがとうフォロー。たかちゃんさんフォローありがとう。赤ちゃんやっほーやっほー、明日来てくれるの見たよ。大地こんばんは。大地8月31日は空いてないの。たかちゃんこんばんは。さっきフォローしてくれた、2度目の方もありがとう。何回も何回も申し訳ないけど、ちょっと質問答えてくれたよ。全然ゆくねる聞いてくれたからね、インヨリツードでみんなに知らせることもできた。近未来楽しかった。声出しよかった。え、声出しいいよね、本当に好きなんだよね。それは好き、こうだしライブ。一日遅れたけど5周年おめでとう。ありがとう。毎日配信のこと。ハンドハンマーこんばんは。こんばんは。前髪決まらんけど。兄ちゃん。やっほー。え、その前に会えないとも言ってませんけどね。まあ24日になりそうだけど、まあ確かにもう次24だと思っていた。うん、足折りまた移動になりそうです。またか、本当に移動になるね。移動族俺はついたヤンキーが着る竜が書いてあるガラシャツ、高っ。10万2000のガラシャツ楽しみにしてるね。これが10万2000の服なのかと思いながら見よう。今日はまつげまつげしてきました。見て見て、このまじいい感じ。キュニン、今日こっちね、なんかむくんでてアイプチがねうまくいかないから、ちょっとこっちも最後か。ギュルリンでしょ。しおりちゃんっていつもくしゃみ出そうって言って出てるとこ無理。さすがやでる。まっすぐにあくびもするしね、くしゃみもするよ配信中普通に。申し訳ないけれど、これからはどんどんそういうしおりのこともね知っていくんだろうな。聞かないでよ。聞かないで。今日さん、どうもこんにちは。31に行くって、あ、今日言ってたか。あ、そうだ、なんか言ってたそういう。もう今日はね服のインパクトが強すぎてね。よろしい、来てくれるの。どんどん移動するペース早くなってる。そんな移動するの、やばー。黒さんこんにちは。こんにちは。おー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 、なんか横になってしまった。勝利、まさかの自分の誕生日ライブ予定って書いてあるんだけど、勝利いる。これなかったら本当に泣ける。9月11日何曜日？木曜日。あ、いると思う。時間によるけど、祝日とか普通？ちょっと戻そう、戻したい。よう人ごめんなさいね。くるくるしたら戻るんだよね。不思議だよね。なんかバグってね、なっちゃうんだ。なっちゃうんだね。つかどん、やっほー。しおり、しおちゃん。しおちゃん。来たよ、言うて。やっほー。やっほー。明日行くとかね、なんか
勝手な思い込みかもしれない。ウケる、会いたくて思い込んでる。ウケるね、これは。アッシュさん、初音こんにちは。ポコタンさん、はじめまして。初音ありがとうございます。バンドジャパンの山口県の伝道師、佐々木ひろと申します。安定に帰ってきて、キャー言ってる。昨日さ、全部買ってたの、食べたの、みーちゃん。ツイッター載せてたやつ。あと、おにゅんのメガネ届いたらしいから、月曜日受け取ってくる。おお、いいね。楽しみにしてる、水色のメガネね。両平やっほー。ドアップかわいすぎんか、ほんと？ドアップにしよう。今日ずっとドアップで喋ろうかな。これによりさらに水色装備を強化。そうだね。今度は靴下とかも買わないと、水色の。水色の靴下ってあんまないんだよ。前ね、水色の靴下探した時があったんだけどね、なさすぎてね、全然なかった。そして海賊フェスでやっとシオドラ T シャツを受け取る。自分が受け取るの。あ、そうなの、やったね、もらえるね、これで。あくびはよく、そう、よくしちゃうんだよね。わらわら、横になってね、もう戻った。パーマンさんとのDM で COD の愛について、そう、見せてよ、その DM ぜひ見せてほしい。プリンちゃん、こんにちは。リアンパンジマルマルディコ。ちょっと違うでしょ、言い方。木曜日、フロントセブンのあれだね、レッスンにもよるかもしれない。どうだろう、ちょっと出ることを祈って。ジャルジャルさん、こんにちは。ジャルジャルってあるんで、お笑い芸人。こんばんは、初めて声を聞きました。ライブは何度か見ています。え、嬉しい。喋ったらこんな感じです。アホっぽい感じかもしれない。ライブ見たことあるの？かぶったことがあるとか。物販、物販じゃないわ、台湾。平日の早い時間、朝比奈さんがそういった早い時間だったらね、いる可能性高い。ゆうみおさん、こんにちは。初音もこんにちは。クソデブさんフォローしました。あ、今日フライヤー配りもらってくれた人じゃない、クソデブって名前の人。あ、そうだ、名前どんなやねんと。こんにちは、クソデブ。名前すごすぎみたいな。今日はね、嬉しかった。あれもうね、今日ライブだったの、渋谷で今日ビラ配りしてて、そのライブだったんだけど、最後本当に終わる時間ギリギリに出会って、あの後すぐ帰りましたよ。すぐライブの持ち合わせに行きました。フォローありがとう。毎日この配信はしてます。だいたい23時台とか24時台くらい。ぜひ見てください、暇の時。前に業務行ってた時は、しおりふみ大阪行ってたから、アイドル博以来だ。アイドル博以来か。じゃあ地味に1ヶ月は経ってないけど、え、そんぐらい経ってたってこと。そんな久しぶりだったのか。まだ半分くらいしか食べてない、かわいい。学校持っていかないと。学校持ってて食べないと。え、中学校ってさ、学校食べ物持ってっていいの？それはダメだった。福くこんばんは、こんばんは。今日インスタ聞いた。嬉しい。しかもフォローしてくれてた。嬉しい。で、今日ね、それのね、インスタをね、見てくれてた人わかるかもしれないんだけど、本当に可愛い二人組の女の子が、こうさ、フライをまずもらってくれただけでも嬉しくて、キャー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 、もう、嬉しい嬉しいってずっと言って、本当嬉しかったんだけどさ。で、その後もう一回来てくれて、二人で。インスタやってますかって、へえと思って、嬉しかった。動画になっちゃったけどね、あの写真。嬉しかった本当に。わざわざ来てくれたの、ショールームに。嬉しい本当に、ありがとう。心がホカホカしちゃって。もう水色の靴下ある、買ってんの？去年水色の靴下大チェキ取った。かわいい水色の。じゃあまた水色が増えたね、水色装備。本日もかわいいですね。さっきさ、ノーズミがさ、パーマンとさ、あれって言ってたよ、なんか COD への
愛について DM で語る、見せてよ二人の DM。 私可愛いんだけど本当に。初見です。タム先生こんばんは。よっしゃ、今年も誕生日に会える説ね。そうだね、懐かしい。去年の誕生日はあんだけ号泣してくれてライブ見ながら、あってなんてこと。まさき、え、すごいでしょ。これ前回行ったねやつと同じとこに行ってきたんだよね。しかもこれマスカラしてないんだよ。なんかしちゃダメって言われた、今日はダメって。はい我慢した。だから明日もっとバチバチかもしらん。みっちくん、赤ちゃん、やっほー、しごはおじさん帰宅、お疲れおじさんこんばんは、レボ。あ、おーちゃん久しぶりじゃない、元気してる。今日もお疲れジャパン、ありがとう。今日はね、何してたっけ。今日は起きてリプ編とかして、まつげやりに行って渋谷でビラ配りしてライブ出した。でおち、そう、今日ライブの時間が遅かったっけ。お家帰ってくるのもね遅かった。日付超える直前ぐらいに帰ってきました。で、髪の毛とか顔やり直して配信という流れです。リオさんこんにちは、かわいい。みっちマネさんこんにちは。ヘアピンつけてるの、え、これね、これでしょ。え、今日ね髪の毛がさ、なんかボサボサだったの、こっちがなんかまとまらなかったか止めてたんだよね。あ、マネ後ついた。え、これ女の子あるあるだよね本当に。これでなかったことです。こうピョ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 、こうなんかこう出てくる髪の毛があったからさ、入れてたんだよね。そしたらなんか後ついちゃったしょうちぽよ、あ、ごすれちゃん、やっほやっほ。自分がなんとなくイメージしたのとあんまりズレがなかった。え、どんな感じだと思ってたんですか仲良くなるとね、もっとね口が悪くなったりしますよ。いつももちまるさんとチェキ取っていたのいて、しおりさんとしおりさんの気になってたので行こうかなと思って。嬉しい、もちまる知ってるのね今日さんリップ塗りました話しながらリップ塗るやつ。昨日あの後も黙々、そうそう昨日、そうそう 2時半くらいか、急にバーンって始めたよ。ケンケンやっほ、何やろ、なんか探してたって何、あれどういうこと。リップ31日のチケット買っちゃったし、その日休みだし、市場にあると思ったら興奮して夜もね今から何徹するの、10日ぐらい徹夜。お風呂入ってきていいよ、いってらっしゃい何の許可。おやすみね、しおりちゃん。名前どうしたのってこと。宿題手つかず。宿題があるの。えなちゃん、こんばんは、えなちゃん。持ってっちゃダメだよ、でも、しおちのあくきやつる。え、学校に持ってる部活の時とか行ける。ダメだよね。高校の時は持ってってよかった食べ物。それは言わないで。え、なってたやつ。しおちゃんは今日も可愛すぎた。くふ。恥ずかしくて見せられません見せてよ頼む。だって初めてシネマグラフのまで来て、誕生日でシネマグラフの発売だし、泣くのを書くって、え、本当にあんなに泣く人いるみたいな。もうしかもマスク越しでさ、だって泣いてんのめっちゃ分かった分かった面白いと一生するね、本当に嬉しすぎるんだけど、そういうの。ミロさん、はじめまして、こんにちは。最近動画も撮影いいライブ、そう、最近始めたんだよね。なんかね、ライブによって写真撮れる日もあるし、動画撮れる日もある。うん、えいちゃんさん、こんにちは。たくやっほー。きゅっさん、こんにちは。え、寝ちゃったやん。何がいつヘアピンの後と、結んだ後、え、本当にそう。あとさ、本当になんかさ、うねうねになったら終わりだよね。もうなえる。日によるよね、そういうのもさ。深い意味はない、探してたって言っとくかって。けど何よあのリプは何だったんや。
超気になってたの。優しい。ちなみにフォローしたらフォローされました。え、嬉しい嬉しい、待ってよ。じゃあ後でツイッター見に行こう。ツイッターの名前は何故みん、あ、アントンさん、こんにちは、アントンさん。ナシヤッホー。それちゃんは宿題ちゃんとやってた？いつ、昔中学校とか高校とか。え、それめっちゃ部活人間だったら、もう部活とピアノをでも一日がほとんどあるみたいな感じだったけど、なんかしかもその部活に専念したかったみたいな。なんかさ、あるじゃん、なんかさ、夏休みの前にさ、なんか何日間か自習の時間みたいな時にめっちゃ頑張って終わらせてた。でもコツコツできないの、一日に決められた量を毎日継続することができないからなんかたまにやる、たまに何日分みたいな感じの人だった。え、毎日同じ量できる人とか本当にすごいなと思う。絶対三角食べできるタイプでしょやばいやばい、それは無理だよ。うん、もうあの大体最初の辺か最後の辺に一気にやるタイプ。大体最初の辺が多かったかな、先に終わらせたいみたいな。うんうん、アスカ、アスカ、今日会えたアスカ、こんばんは、好きです、わ、コナンちゃん、わ、わ、わ、こんばんでか、お兄ちゃん、ゆうちゃん、やっほー、1428おめ、ありがとう。あと160?172日、はい、5ヶ月半後ぐらいか、2020、早くね、新年日になりたいから。ごじった、これなんて音したん。部活の時は使わないホールのタオルにくるんでしんどくなったので、え、かわいい。で、それずっとタオルの中に寝てるんだね。え、かわいい。なんてこと。スクショしようかも。なんてこと。そう。はあ。はあ、かわいいわ。話し方が優しい感じなんだろうなって思っていました。優しい感じ。こんな感じ。だけどなんかね、時と相手とかに言ったりするかそう、普段はなんかこのヘラヘラしてますけどね。チョウス、ヤホー、チョウス、ウルウルさん、なんて読むんだろう。ゴジかわいい、ミッチーさん、これ何のゴジだ、なんかよくよく分かんなかった。ハンニャって言ってる。ナーミさん、こんにちは。昨日寝ちゃったん。え、昨日はね、あれ遅かったでしょ、普通の配信も。さすがに昨日のね、公式配信より遅すぎたよね。パパ、やほ、久しぶりや、本当に久しぶり。今日直接会って思ったのが、画面でも可愛いけどダイレクトだと可愛さ倍増ですね。本当、なんて嬉しいこと言ってる。てか本当にツイート嬉しくて、よりツイートしちゃった。え、嬉しいもんね、緊張した。でも目の前にいたから、でもすぐ分かったよ、顔見て。で、あ、さすがに物販は初めてだ、あれかと思ったら並んでくれて、もう大号泣全然泣いてないけど、心の中も、え、嬉しいじゃん、マジ嬉しかった。また会いに来てね。 K さん、やっほー。ケイタン、ケイタンさん、はじめまして、はじめまして、こじめまして。勝利に何か伝えようと思ったんだけど、思い出したら教えて。今日さ、初オープン、ありがとう。今日トイプードルパーマって名前、オッケー。今日フォローしてくれたの、勝利のこと。今日だって今日くんに今日って言っとる。勝利ちゃん、配信遊びに来たよ、やっほちゃんとやってたの偉い。そう、2時半やけね、超遅かったっけね。ウニンさん、こんにちは。承知と適当に会話しないとねって思った。なんで？真剣に会話してよ。え、フォローありがとう、キョウさん。キョウくん、キョウさんが言うべきか、キョウさんとキョウくんの違い。承知ちゃん、タオル風呂上がりにくるまってチューしてる。スクショする、スクショする、しないは今日なんか歌うの？え、なんで？歌わないけど。歌って欲しかった？
なんかね、しおりね、でもね、これ本当にね、もうね、本当に悲しい出来事なんだけどさ、この前の名古屋遠征の時にさ、日傘とヘアアイロンをね、トイズに置いてきちゃって、トイズっていう会場に置いてきちゃって、でイヤホンがどっか行ったんだよね。イヤホンさあ、しおり、これあるじゃん、最近流行ってる耳の中入れるやつ、絶対なくしちゃうから、紐なの、紐のこういうアップルの2,000〜3,000円ぐらいのさ、白いさ、アップル純正ってやつ、紐のこういう iPhone かと、なんかあのイヤホンのどっかに行ったんですけど、いつどこでなくしたか分かんないの、記憶がない、帰り道に使った記憶もないし、使ってたとしても覚えてないし、使ってたのかな、だからさ、ないんだよね、マジで悲しいよね。イヤホンやばい。イヤホン欲しい。今日なんか歌うのって、もしイヤホン終わったら歌ってたね。マンダさん、こんにちは。チームティーを6色くらい展開することになって、水のぶち込んだ、え、欲しい。え、あのさ、なんか最近よく波動のさ着てる人おるやん、違う、それとは違う、本当にイヤホン、どこ行ったんだろうね、また買わないと、もう本当にね、本当にね、嫌になっちゃう、アホすぎて。マックスさん、こんにちは。え、チーム T 気になる気になる気になる、真剣に話すの、え、絶対真剣に話してじゃん、危ない危ないって言ってる、24なんか最後にするみたいな、絶対最後のさせないから。見てろよ、私が引きずり込んだんだから、最後まで任せてくださいよ。翔太先に出るの、おやすみ、おやすみ、早くない、いつもより今日フォローしてもらった、ありがとう、さっき名前教えてくれたから、それで見よ、またタイミング合うときに行きます、ひとまずもらって CD を、え、ほん、え、嬉しい、そう、初見席に来てくれた方はシャメ、あのシャメじゃない、 CD がもらえます、じゃあ田島やほやほほやほほ、誰かのお誕生日におめでとうしてなかった、ちゅしてた、誕生日なの、あんた、え、誕生日なの、あなた誕生日なの、違うでしょ絶対、ドキッとする、やめてよ、違うでしょ、そう、誕生日はできるだけ歌いたいけどね、誕生日じゃなくてもね、別に歌うよ、好きなように呼んでいただけると、分かった、きょうくんね、きょうくん、きょうって名前めっちゃいいね、本名、え、イヤホンも、そう、イヤホンもやばくない、え、それで今日気づいたの、ライスが使ってるイヤホンあげる、やだ、なんか変なことしてそうなの。僕がイヤホンなら、しおりちゃんからイヤホンになって、じゃあ生まれ変わったらイヤホンになって、そしたらめちゃくちゃ甘やかしちゃう、イヤホン可愛くて。てかヤッホー、1年間違えて免許更新行くくらい、何1年間違えて免許更新、紐、私も紐ハマレース、やばいです、絶対無理、絶対なくす自信しかない、多分3日でなくすと思う、本当に紐じゃないとね、ダメ、え、紐じゃないとダメだよね、本当に絶対無理、それとは違う、うちのチームの、うーん、そうなんだ、作ったんだね、あれみたいだね、なんかさ、クラスマッチとかの時に作るクラティみたいな、しょうちぽよ、こんにちは、イヤホンもしおりちゃんのこと探して、もう探してほしい、どこに行ったのあの人、なんか悲しい、ほやさん、初もこんにちは、京都出た、京都のね、京都の詳細、エアポッツ、え、それが無理なの、これでしょ、なんかピッピって取ってさ、こう離れてるやつ、なくすって、これはなくすよ、傘もなくすんだよ、だって無理無理。
絶対なくす、もう自信しかないもんね。承知は危険なんで。そうだよ、それは危険ってこと。たけし、プリンちゃん、やあたけし。詳細に伝えたくて口をむっとしてから笑顔になるとき口が開くじゃんか。え、どういうこと、口をむってむってしてからむ笑顔になるときの口が、あー、え、どういうこと、難しいでもすごい細かなところ好きって思ってくれてね。よし、やあ今日もキラキラしてる、ありがとう。メールすら2000円くらいで買うの。そうだよ、いつも2000円くらいで買ってる。なんかね、わしだったらセブンでも売っとるけん、純正。ケースキヤハ、傘何日くらいの付き、え、今回の傘マジ長かった。1、2ヶ月は持ったね。マジ長かった、悲しいよ。ヌークヤハ、ヨッチこんばんは、ハンドハンマーこんにちは、ナルさんこんにちは、ピットとドドさんこんにちは。たけし8になったって。エアポッツは高いからこそ緊張感が出てなくさない。まあ俺はもう呼んでやば、なくしまくりじゃん。ちょっとビビってないで、ビビってないで話しに来たよね。エアポッツ絶対無理、2週間に1個ぐらいのペースで絶対なくなる。ムナさんこんにちは、みちょうしこんにちは。チアーズ見てたら、そうそうそう、さっちゃんに今日からのイベントのカンゴールのどこのイベント、しかもね、チアーズっていうアプリみんな撮ってね。チアーズさっき撮り直した、アンインストールしとったっけ、なんか容量がねなくてね、なんかできなかった時に落としたよ。だけどそれを撮った、インストール。え、頑張ったでしょ。1ヶ月はね余裕で持った、1ヶ月半くらい、2ヶ月持った、いや2ヶ月は持ってなさそうって感じ。アンピーさん、初訪問こんにちは。アンピーさん、ロマンスさんこんにちは。ちょっとササさんの配信行ってきます。あ、配信してるってこと。おー、ラッキーさんこんにちは。いや今日はいい一日だった。デザインだけね、ね、ありがとう、楽しみにして。嬉しい、同じ色にしようよ。何色なの、水色。そう、それ結構なんかお揃い色違いとかも好きだけど、全く同じ色も好きかも。もう超一緒みたいなものによるけどね。ラッキーさんこんにちは、可愛いとこも。あー、たけちゃんやっほ、今日はねストレートよ。たけちゃんと初めて会った日のヘアイロなくしたからさ、まっすぐしかできないんだよね。買わないと。ゆうきさんこんにちは。ゆうきさん全部エアタグ、何それ。物なくしても大丈夫ってこと。おーちゃんさんこんにちは。全部物物に、本当それ書いた方がいいよね。本当に本当に書いた方がいいよね。それか全部これ書いた、シールあったこうか。これ井上さんのシール、これトランクない、これやったの。スポーツ生地でちょっとおすすめなので普段使いできないけど良い良い、あれするわ、レッスンとかで着る使いするかな。でかい方がいいサイズ、もし選べるんだったら、選べなかったら何でもいい。いい女勝利。今アイス食べたくてコンビニ出てくるの遅くなった。何買ったの。勝利が好きなアイスはね、氷のアイス、なんかかき氷みたいなのが好きよ。あとはなんかクッキー、なんかさ、なんていう名前かわかんない、なんかこういうビスケットみたいなのに入ってるアイス、パン、ビスケット、ビスケット、アイス、ビスケット、アイス、ビスケット、アイス、美味しい。ドラゴンさんこんにちは。カッピーさん、カッヒーさんこんにちは。トーシャンさんこんにちは。やっほー、明日のねライブもね、ぜひ来てほしいんですけど、
1本目が12時まで買ってきてください。そうそう、イベントの話してるから思い出したけど、本当にやばい、私は参加しませんが、動員の面でちょっと頑張らないと、今月ちょっとね頑張らないと、もう全然余裕で抜かされると思うので、やばい、本当にやばいです。標準はグレー、何色追加したいって聞かれて、水色即答、かわいい、ラブ、グレーもかわいいね。水色にするの、あなたは。もしね、今月来れる方がいたらね、少量予約してライブに来ていただけると助かります。本当に助かります。ずっとみかん、エガチャンネルの影響、エガチャンネルやばいよね。しおりさ、あれなんだよね、あの視覚過敏だから、はい、食べるの無理なの、死ぬ、こういうのじゃないと。 iPhone を探す的なやつ、あーなるほどね、それで探せるのか。マスヤッホー、今サイズの話した、デカめがいいって話したよ、できればメンバーも統一、あ、そういうことか。ラピュタは水色も買うの、プラスで買うの。買うの、知りたがり、早くまつげ見したい。ゆかぱぱさんこんにちは、うちともこんにちは、あやかちゃんさんこんにちは、今日も来てくれてありがとう。てか iPhone を探すでさ、彼女の場所とか探す人おるんだって。そういうこと、ゼンリー的なこと。付き合ってる人にさ、ゼンリーとかさ共有したい派。それは別にいいかな。よしさんこんにちは、今日も可愛い、ありがとう。サイズの、ありがとう、助かる、サイズ表、一緒にしようよ、サイズも全部。ゼリー塗ってやれないって誓った、なんでこうネタ、ゼリーだるくない、絶対だるいよそういうの。てかそんな心配になる人と付き合わんくない。バンジェイジャパンって基本東京の、そうそう基本東京なんだけど、グループのコンセプトがさ、いろんな、まずいろんな県からメンバー集まっとるやんってこともあって、いろんな県に結構遠征を行くことが多くてね、本当に多かったらもうほぼ毎週土日行く時もあるし、少なくても1ヶ月に1回は、なんか今月1回も遠征がありませんってことはないかな、だいたい2回ぐらい、来月は2週分あります。北海道の、北海道金土日の時と9、10、11、北海道で17、18、2週目が名古屋、京都、一番多いのは名古屋かな。あれはよくない、疑う量にしかない、ね、何したん、教えなよ。こっそりアイドル見とバレちゃうね。そうだよね、彼女いんの、彼女いたら潰すけど。も、森子さんこんにちは、紅さんこんにちは、ショールームできないって書いてある、ティッティさん、ティッティさんこんにちは、持ってない人向きだったけど勝利級なら買う、かわいい、一緒にしよう。一緒にしよう、同じさサイズにしようよ、いつも T シャツ何サイズなの、 L？ じゃあ一緒に XL にしよう。何も聞いてない話、今それおかしいこと言ってないよな。中っちさんこんにちは、富士山さんこんにちは、富士山ってツイッターフォローしてくれてる人、明日が楽しみ、明日早くマスカラ塗りたい、明日になる、首出た、そういえば明日ちょっと早いからもうそろそろおしまいにしよう、えくみさんこんにちは。ということで8月24日が今ね一番来てほしいライブ、事務所のライブがありますのと、あと8月31日今月末水曜日なんですけど、無料のライブがありますのでね、ぜひ来てほしいし、もしよかったら友達連れてきてください、お願いします。本当に今ね足食いジャパンとかね
もう予約が20何歩とかいるし、みんなすごいね本当に。まあライブが少なかったりするっていうのもあるけど、ちょっと負けてられないってことでね、さすがにね、ちょっと負けず嫌いなので今燃えています。ゆきねさんこんにちは。試合用のやつでかくて LL して、一緒にしようよ、それがいい。 LL 決定、 LL にしよう、 LL ね、同じ。レッスン見学とかあったらそのとき着るのにね。お疲れちゃんありがとう、ちょいちょいしおやすみ。あ、見せて、ね、DM 見たいからね。楽しみ、4日後ぐらいに会えるんでしょ、パーマン、やばくない？楽しみにしてるから。髪型決めてない24、でも多分枠が多いからね。あ、24はフロント7から来れたら、フロント7は絶対ストレートヘアだから見れるよ。しかも新曲もあるから、ね、もし早くから来れる人は24日はフロントから来てください。ふーちゃんお疲れ様でした、ありがとう。福くんおやすみ、翔太おやすみ。これからあるの増えるかも、ね、嬉しい。遠征がってこと？遠征じゃなくてもさ、東京に来たりもするの？でも31会えるもんね、マジ大号泣だよね。名前いられるからしおりにしておきます。嬉しい。はいみたいな下の名前でもいいよ。おやすみしおりちゃん、おやすみ。ねえ会えないの？ねえ会える、しおりに会いに来る予定ないの？だよね。おやすみねしおりちゃんち、おやすみ。ピオちゃんさんこんにちは。マジまつげいい、楽しい、かわいい、まつげが私のまつげ気に入ってる。僕も楽しいだ、ボボ。お疲れ様でした、イワちゃんありがとう。ラプンツェル、お疲れ様でした、休みしご紹介ください。かん、それは違う、受けこすれちゃう、チャンス。今日もお疲れさん、いつもツイッター見てるよ、ゴストレイちゃん。あと少しであるから仕事頑張って、おやすみ中ください。はい、チュチュ真顔。野口たかみ、しおちゅぽよ、しおちゅぽよ、ありがとう、おやすみ。あ、すぐるちゃんおやすみ、来てくれてたよ、結構さ初めの辺から来てくれてたの知ってたよ、センキュー。エマのエンちゃんさんこんにちは、ありがとう。ち取れた、ちょ、いうことで今日は終わりです。ショルマンですね、いつももしスクショしてくれた人がいたらみんなツイートしてくださいよ。ショルチア中毒、嬉しい。白の毒吸って死ぬってこと？死因しおりちゃんってこと？いいね。中顔も可愛くて心臓止まりました。みんな死にすぎじゃない？やば。たけちゃん心臓発作。ハンパク。ちゃんちゃかちゃんちゃん。あ、お寿司おちゃんだ。お疲れちゃん、ありがとう。今日はお寿司を、今日は何のお寿司味のご飯食べましたか？早く来月になったらいいのに、早く早く。コリタンさんこんにちは、名前なんなんてか、おはちょこよ。エマのエンちゃんさんこんにちは、よしおもちゃん、やっほー。よしおもちゃん8月31日、なんか言ってくれたよね、なんか気になってる。ドレミさんこんにちは、ドレミドレミ。しおりちゃんに会いたくて心臓止まってる、死んだ、止まってるのやばくない、止まりそうとかじゃないんだ、死んだって。しおりが人工呼吸をしに行ってあげる、ブーブー、鼻の穴から声の連続さだたじんきやばくない、捕まってしまう、捕まってしまいますと、と、今日は配信が終わり、終わりです、終わりです。今日配信した後にちょっとね、あの告知してない分のね告知とかしようと思いますので、お願いします。お久しぶりなの？
たいな顔で待ってるからね。泣いた。いつ買ってくれたの。はるし、なんてこと。寝すぎてため息出た。もくもくやっほー、わーい、かわいいよって。黒助さん、初音もこんにちは。今みたいな顔ちょっと練習しとくね。今みたいな顔。え、もしさ持ってたら水色のサイズ持ってきたね。みんな来てくれる人は単色じゃない、単色。もし牛芋ちゃんがさ持ってないかな。タカさんこんにちは。おせたのおとと、あ、めっちゃ最近だった。嬉しい。本当に行けないのか残念。31、残念だね。本当に31日はね、来れなかったらね、ね、あのね、公開するぐらいね、楽しいだ思う。楽しいだ思う。日本語やば。でもそれは24もだけどね。9月にライブ、え、来て来て、ライブ。でも明日あるでしょ。でもそれはしおりに会いに来てほしい。わがままだから、しおりに会いに来てほしい。しおりに会うために家を出てほしいし、しおりに出るために会うために電車に乗ってほしい、乗り換えもしてほしいし。くっちゃんさんこんにちは。最近壊れたから買い直さなきゃ。水色が入ってるやつね。もちろんそう、水色は絶対持ってきて。うん、いや本当にね、水色持ってるだけでね、見つける速さがね違うんだ。ということで今日はあります。今日もありがとうございました。いや職場から徒歩1分、近くない。お姉ちゃんみたいに鼻に血詰めた。そう、うちのね姉妹やっちゃうんだよね。鼻詰まってたらね、鼻に血突っ込む。昔から家でもやってた。ひろしは8月31日はやってないの。エビちゃんさんこんにちは。あやしみ、あやしみ、あ、スクショしてるみたいな。まつげ、明日はマスカラのたまつげをスクショして。見て、しゅうさん、バカ野郎くんじゃん。でさあ、前髪切ったのこのまつ、このまつげも切っちゃったからね、ここだけないの。見て、カラやばくない。今日言われたんだよね、あのまつげの人に、なんでここだけ短いんですかって。前髪切った時に一緒に切っちゃったんですって言ったら、もったいないって。やばいよね、見て。わかる、ここだけないんだよね。終わりだよね。やっぱ終わるって言ったの。終わりますよ、本当に。後ろの方でさ、フリフリしとってね。明日勝利姫に会うライブ開始ね。明日会えるね、マジ楽しみにして。おとしおちゃんありがとう。ニノとしお、なんなんそれ、なんの同盟。ボックスさんこんにちは。また明日、え、また明日に水のもしもあったら持ってきて。ちさとさんこんにちは。え、マジ悲しい、やらかしたよね。悲しい。もったいない、本当もったいないって言われた。今度切ったらちょっといいよ。シュドまつげ、シュドまつげはね、言われたの、今日長いけど細いですねって言われた。髪の毛もね、細いの、細いのかな言われた。だからマスカラ塗ったらめちゃくちゃ漏れますねって言われた。なんかそれはロングなんとかよりもボリュームアップのまつげのあのマスカラつけた方がいいねって言われた。私これもう思いっきりロングなんだよね、買い直さないと。嬉しかった。そうなんだ。まぶたに人工呼吸すれば、はい、人工呼吸してここに。ブーブーン、それまつげでご飯3杯10杯でしょ。はるせさんこんにちは。ゆきかぜさんこんにちは。なかしさんこんにちは。なさちさんこんにちは。え、なかしさんって人フォローしてくれてありがとう。私毎日だいたい11時台12時台夜のねぐらいに配信しているので、よかったら遊びに来てください。また今日はもう終わっちまうんですけど、
何してもかわいそうです。本当にまず切っても、でもこれはマジ短すぎだよね。やんだ普通に、やばいでしょ。なんてこったい。こっちはちゃんとあるよ、ほら。うん、ケンさん、どうもこんにちはってことでバイバーイ。